自分で作ろう DIY キッズクラブへようこそ。皆さんこんにちは、新しくね新学期も1月から始まりまして、学校に行くということで、学校に行くのが楽しくなるような、キットを作ってみたいと思います。これ必要なのは好きな模様のちょっと厚めの紙と両面テープ、これがあればとっても便利です。そしてデコレーションに使うシールなどですね。そしてハサミと、白い画用紙を用意してください。さあ、ではこちらを半分に縦に折ります。そしたら開いていただいて、次は違う方向に半分に折ります。で開いて、でこの半分につけた折り目に沿って両側から反対に折っていきます。それを全部開いたら、このように8つに分かれています。まず半分に折ってから、ここに切れ目を入れていきます。このように中心に向かってここまで切ります。で、それで開くと、このように中心に切れ目が入ります。で、そしたら縦に半分に折りましょう。で、そしたら下側から中心に向かって半分に折る。で、そうするとここパコッと開くの分かりますか？さっき切れ目入れたとこですね。で、そこでパコッと開けてから折り目をつける。もう一回やりますね。このようにカエルが足開くみたいにパコッと折ります。で、そして反対側に倒す。で、そして上側を前か後ろどっちでもいいので折り倒します。で、するとこのような小さいノートができたの分かりますか？4ページできましたね。で、しっかりと折り目をつけて、これでノートが完成したので、同じものをあと2枚、全部で3枚作ってください。で、これをまず一緒に両面テープで貼り付けます。このように適当に両面テープをつけて、よいしょ、貼り付けます。そうすると2つのノートが1つになったの分かりますか？3つ目も一緒につけます。で、貼り付けると、で、このようにして開くと、とってもページ数の多いノートができましたね。例えば、こういった小さいノートにね、自分のメモ、小さいノートとして、友達との約束とか、宿題とか、書き込むことができます。で、最後に綺麗なね、外側の紙をつけていきます。ノートの外側にこのように糊をつけたら、外側の表紙をつける前に、まずこのノートをつけてしまいます。そうすると、表紙の方が小さかったなんてことがなくなります。よいしょ。一番角にポジションを取って、よいしょか。で、注意しながら、綺麗にくっつくように、反対側に折り倒します。しっかりと手で押さえて、そこから、ハサミを入れて、表紙に切っていきます。
じゃじゃん。さあ、ここにデコレーションしていきましょう。小さく切っておいた可愛らしい紙、これもつけていきたいと思います。で、その上にさらに可愛らしいステッカーを貼ってあげたり、で、そうするととっても可愛らしい自分の手帳が出来上がりました。なかなかオリジナルの手帳を作るっていうのも楽しいと思うので、ぜひみんな真似してみてください。で、もっと大きくね、大きいメモ帳を作ってもいいですし、もっと小さいものを作ってもいいです。みんなならどんなメモ帳を作りますか？それも教えてくれると嬉しいです。コメント欄に書き込んでみてくださいね。さあ、では、アイディア2つ目いきたいと思います。さあ、で、私が作るのは、ファイルを作ってみたいと思います。で、ファイルは、まあ、安くでも売ってるんですけれども、可愛いのってあんまりないと思うので、自分で作るファイルを、やってみたいと思います。で、素敵なね、このような紙を用意してみました。厚紙です。薄い紙だとファイルすぐ破れちゃいますので、絶対厚紙で用意してください。で、それを閉じておく、このような綺麗な色のクリップもあれば、とっても可愛いと思います。で、あと、ハサミと、鉛筆と物差し、そして両面テープを使っていきます。すごい綺麗ですね、この厚紙。とても可愛らしい模様がたくさんあります。どれにしようかな。これいいですね。これすごい可愛い。多分これ30センチ×30センチぐらいの大きさだと思うんですけれども、まあ大体でしたね。測ってみましたら約30センチの大きさでした。で、後ろ側は模様が入っていなくて白い模様になっています。なので、ここに線を入れていきたいと思います。さあ、で、この大きな、ま、紙を使って少し小さめのファイルになりますので、小さく切っていきたいと思います。で、マークして2センチ2センチでマークして、で、12センチ測って取ります。同じことをマークしていきます。12センチ2センチ2センチ12センチ。で、反対側につけた線、模様同士をつないでいきます。シュッと。シュッ。シュッと。で、シュシュッと。で、次のマークは、端から測って5センチのところにマークを入れます。で、その後、3センチと1センチ。ここが1、2、2ですね。で、反対側も同じです。1センチ、3センチ、で、5センチ。で、同じことをもう一つ手前のところにも入れておきます。そしたら、マーク同士をつないでいきます。反対側も同じことをします。さあ、このように線が入りましたでしょうか。で、これ内側なので、この線が不細工になってもそれは大丈夫です。で、皆さん、このように線が入ってますか？で、ここから切れ込みを入れていきます。ここの端の3つの四角、ここは切ります。で、この真ん中のところの6つの四角も切ります。反対側も同じですね。さあ、切り取ったらこのような形です。で、これに折り目を入れていきます。
よいしょ。しっかりと折り目をつけて。さあ、どうでしょうか。ここから組み立てていきます。まず真ん中のところ、このように折りたたみましょう。で、そして、このところ、蛇腹みたいにつけます。で、もっとこの段、入れるところのポケットを増やしたいという人は、ここでこの間の蛇腹のところを余計にたくさん作っておけば大きくなります。ここ12センチなんですけれども、同じようにここですね、蛇腹を作ればその分大きくなります。さあ、で、私もここ一つポケットを増やしたいので、一つ紙を作っておきます。このように内側に折り込んで、外側、そして内側と。で、そしたら、この一番上に両面テープをつけます。反対側も同じですね。よいしょ。もちろんここですけれども、ボンドとか、糊とかでも、まあ、しっかりした糊ですね。でも大丈夫です。で、ここにまず1枚、綺麗な紙をつけて。で、そうするとポケットが1つ増えましたね。で、少しはみ出た場合は、ここちゃんと切って綺麗にしておきましょう。で、反対側、ここの蛇腹を折って、両面テープをつけたら、このように取り付けます。さあ、出来上がりました。ここちょっと穴が開いておりますけれども、ここから何かが出るっていうことはないと思いますので、心配しないでいいと思いますが、それ気になる場合は、このようにしっかりと立ててから、テープなりのりなりで留めたらいいと思います。で、私ここね、一つだけ区切りつけてますけれども、もっと増やしたいという方は、この分だけジャバラを増やしてください。で、最後にクリップで留めたら出来上がりです。皆さんいかがでしたでしょうか？いいねとチャンネル登録お願いします。